はい、どうも、キャマイです。今回なんですけども、ディアブロ4シーズン1の詳細まとめていきたいと思います。というわけで、先日、ディアブロ4公式の方からライブ配信がありまして、その中でね、シーズン1の詳細、まあ、いつ始まるかとか、どういう仕組みになってるんですかとかがね、いろいろ明らかになりました。んで、そんな情報をね、この動画ではいろいろまとめていきたいな、というふうに思うのと、あともう一個、シーズンに向けて事前にやっておくべきことっていうところをね、ちょっと紹介していきたいな、というふうに思います、という感じで、結構ね、個人的にも楽しみにしているディアブロ4シーズン1ということなんで、なるべく分かりやすく伝えようかなと思うんで、よかったら最後まで見てってくれると嬉しいね。よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、まずは今回のね、ディアブロ4シーズン1の詳細というか、まあ、タイトルなんですけども、厄災のマリグナントというね、感じのタイトルが付けられています。で、開始時間、これがすごい大事かなと思うんですが、日本時間の7月21日の2時から開始となっております。なので、まあ、この動画が上がっているところから見ると約2週間後ぐらいにね、シーズンが開始となる感じなんで、まあ、意外と早かったなという感じはしています。はい、というわけで、今回のシーズンのメインコンテンツというところについて、まずはちょっと話をしていきたいなというふうに思うんですけども、はい、この前提として、まずは新たに作成したレベル1のキャラクターでプレイを開始しますよっていうところが、皆さんに共通してあるのかなというふうに思います。既存で作っているキャラクターっていうところは、今回のシーズンには参加させることができないので、このシーズン用に新たにレベル1のキャラクターを作っていく必要があります。さあ、そして目玉のコンテンツの話ではあるんですけども、マリグナントの心臓というね、ところがすごく今回のシーズン鍵になってくるそうです。マリグナントっていうのは、なんか感染している敵を倒すとドロップするらしいんですけども、まあ、ジャンル的に言うと宝石アイテムらしいんですよね。まあ、ジェムソケットが空いているね、装備があると思うんですけども、そこに刺すことができるっていう感じだから、今までだったらこのスカルとかエメラルドとかね、いろいろこうなんかはめることができたんだけど、そこに対してはめるような感じのイメージで、そのね、種類っていうところが32種類あるみたいで、結構物によってはぶっ壊れてるような心臓もあるそうです。はい、まあそうですね、わかりやすいイメージといえば、その32種類の心臓に結構固有の能力があるっぽいので、レジェンダリー効果みたいな感じで特殊能力を持っている宝石だという感じで認識してもらえればいいんじゃないかなというふうには思っています。で、そういうのを集めて自分の装備をアップグレードしていきましょうねっていうところが、今回のメインコンテンツとなっているそうですね。はい、で、マリグナントのね、その専用エリアっていうのも今回追加されるそうです。まあ、なんかトンネルみたいな、マリグナントトンネルみたいなのがね、追加されるそうなんですけども、そこに行くことによって、まあ、集中的にこの宝石をファームすることができますよっていうふうにも言われています。で、どうやらこの宝石に関しては、まあ、ちょっと方法はわかんないんですけども、強化していくような、まあグリフとかがあるみたいな感じで、ああいう感じで強化していくことも、まあ、どうやらできるっぽいんですよね。うん、だからまあ結構やり込みの要素っていうところもあるのかなという感じです。はい、まあ結構個人的にはね、シーズン1どうなんのかなというふうに思ったんですけども、すごいいいなと思った部分がここで、今までのね、こうディアブロ2とかディアブロ3とかもそうなんですけども、このシーズンのメインコンテンツっていうところが、まあ、特にないというか、まあ、リセットされてまた走り直してくださいねっていうことが、まあ、メインだったんですよ。まあ、特にないって言ったら嘘になってしまうんですけども、まあ、変更点ちょっとあるんだけれども、そこまで大きなね、この要素として追加要素はなくて、アイテムがちょろっと追加されますよ、みたいなね、ところはあったんだけど、まあ、今回のこのね、メインコンテンツに関しては、結構ね、ゲームの根幹から変わるような新しいイベントみたいのをね、ゲーム全体に通して追加してくれてるんで、まあ、そういった感じで今後ね、新しいシーズンがあるたびに、こういうメインコンテンツっていうところがどんどん追加になってくるみたいな感じ。まあ、この作りはね、結構パスオブエグザイルとかを参考にしてんのかなと思うんですが、まあ、3ヶ月スパンぐらいでシーズンが変わっていって、そのメインコンテンツっていうところがどんどん変わっていくようなイメージですね。というわけで、3ヶ月おきに結構ガラッとね、ゲーム性が変わるような、感じになると思うんで、長い目で見てもこのディアブロ4結構楽しめるゲームになるんじゃないかなというところで、かなりね、嬉しかったです。はい、続いてなんですけども、シーズンジャーニーというね、コンテンツも紹介されていました。はい、このシーズンジャーニー内の目的を完了すると、なんか新しい古文書がね、解放されますよとか、いろいろあるそうです。で、このなんかシーズンジャーニーっていうのを、プレイヤーは様々なゲーム内アクティビティを通じて、まあ、シーズンジャーニーの進行方法を選択していくことができるみたいです。まあ、だからやればやるほど進捗が進んでいくような感じで、ただちょっとバトルパスとはね、また別らしいんですけども、とにかくゲームをプレイすればするほど進行していって、そして新しいね、報酬をどんどん解放していきましょうねというところが、まあ、これなのかなというふうに思います。で、新しい古文書っていう話をしたんですけども、今回ね、新
しく、まあ、装備品とレジェンダリーっていうところが追加になっているそうです。はい、これに関してなんですけども、新しい6つのユニーク装備と7つのレジェンダリーアイテムが追加がされるそうなんですけども、そして今回、おかされしバーシャンっていうね、新しいボスも登場するそうで、まあ、結構ね、ゲーム内の新しいコンテンツとして、しっかりいろいろ追加されるそうなんで、ここら辺を使ってね、結構また新しいビルドをね、作る余地が出てくるだとか、あったら嬉しいなというふうには思います。はい、そして次ですね、バトルパスについても言及がありました。まあ、現状ですね、まあ、買ったエディションによって、バトルパスがもうついてますよっていうエディションを買った方もいると思うんだけど、まあ、今の状態だと、このバトルパスっていうのはあんま機能してないんですよね。要素がないんですよ。ただ今回のシーズンが始まるにあたって、ようやくこのバトルパスっていうところが使えるようになりますよって感じです。はい。で、その仕様なんですけども、バトルパスで獲得したすべての装飾品は、すべてのクラスで使用できますっていうことと、あとはバトルパスには、無料だと27個のね、ティアがあるみたいなんですけども、有料版だとそれ以降もティアが結構あるそうです。で、そのバトルパスの有料版の分に関しては、基本的には装飾品のみが、追加されているそうなんで、結構重要な部分なんですけども、無料版と有料版で、そのペイトゥーウィンにはならないよっていう感じの仕組みにはなってるそうですね。なんか一部では若干怪しい書かれ方をね、しているサイトとかもあったんですけども、おそらくここに関しては、有料版と無料版で、その強さっていうところに関わるものは多分ないと思います。で、多分無料版の方にも含まれていると思うんですけども、これ進めることによって、自分の経験値効率を上げるものだとか、あとはね、自分が装備を砕いた時にもらえる報酬が上がりますよとか、そういった、まあ、結構効率に関わるものもね、バトルパスに入ってくるそうなんで、おそらくそこも無料版の方には入ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ結構このバトルパスっていう部分ね、課金にまつわる部分ではあるので、結構ゲーム内で荒れやすいポイントかなと思うんですが、まあ現状の仕様であれば、おそらく問題ないんじゃないかなというところではありますね。まあとにかくちょっとシーズン1やってみないとわかんない部分なんですが、バトルパスに関してはそんな感じ。はい、次こちらも結構重要ですね。名声についてです。はい、このゲーム、まあ名声っていうものがあって、結構解放していく、貯めていくのがめんどくさいんですよね。結構まあ作業感もあったりしていて、例えばこうリリース像を回っていきますよとかも結構作業感あって大変なんですが、まあそこら辺がどこまで受け継がれるかっていうところ、まあ現状作っているキャラからシーズンのキャラにどこまでそれが受け継がれるか引き継がれるかっていうところの詳細が明らかになりました。はい、まずはプレイヤーはシーズン1の開始時に以前に発見したすべてのエリアとリリスの祭壇のロックを解除していることになりますっていう話なんで、名声周りで引き継がれる要素としてはそのリリスの祭壇と発見したエリアっていうところ、この2つに関しては現状から引き継がれるそうです。まあ新キャラでももう元からね、名声がある程度ある状態で始まるそうです。で、シーズンキャラクターの方に現状の、この名声の状態を引き継ぐためには7月18日のね、パッチ以降に自分が今ね、進捗が一番高いキャラクターでログインする必要がありますよということなんで、ここは皆さん忘れないようにしてください。はい、ということなんで結構ね、ここに関しては皆さんの中でまあいろいろあると思うんですよね。結構元々言われていたこのリリスの祭壇が引き継がれないんじゃないかっていうところが、まあ今回解決してすごく良かったなというふうに思います。これが多分一番めんどくさいと思うんでね。はい。で、多分このダンジョンとかそういったところに関してはまたリセットされてるんで、おそらくその古文書っていうところとかは全部ねゼロの状態で振り出しに戻る感じになるんですかね。あとはこうサブクエストの進捗状態とか、そういったところもまたリセットされるんじゃないかなというふうに思います。まあでも個人的にはさっきも言った通り、このリリスの祭壇がちゃんと引き継がれるっていうところは良かったんじゃないかなというふうに思いました。はい、次新アイテムがちょっと言及があって、あのスクロールオブアムネジアっていうアイテムが紹介されていました。これ何かっていうと、あのリスペク専用アイテムなんですよね。あのキャラクターの全てのスキルとパッシブポイントと、パラゴンポイントを完全にリセットしますよっていうアイテムで、まあ、現状パラゴンポイントを完全にリセットしようと思うとかなりお金がかかりますし、しかもまあ手作業でね、1ポイント1ポイントね、どんどん絞り取っていく必要があるんで、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。で、まあそれがね、あの完全にリセットできるようなアイテムっていうところを今回のシーズンで追加になるそうです。これの入手方法なんですけども、先ほども言ったこのシーズンジャーニーのまあ報酬として配られるそうなんで、まあおそらく現状だと多分無尽蔵に手に入るようなアイテムではなさそうなんで、結構慎重に使う必要はあんのかなというふうに思いました。ちょっとどのぐらい貴重
勝のアイテムなのかっていうところはまだ全然わかりません。まあ、でもパラゴンリセットね、だいぶめんどくさかったんで、これがあることによってだいぶ楽になると思います。ここはまあすごく良かったのかなというふうには思いました。はい、そしてシーズンが終わるとっていうところにも話があって、シーズンが終わるとそのシーズンのキャラクターっていうのは、永遠の領域っていうね、ところに移動されます。でここでは、まあシーズンが終わったキャラクターがこう行き着くような世界で、シーズンを駆け抜けたキャラクターっていうところをまたね、そこで遊ぶことができます。ただまあそこにいるキャラクターっていうところを、もし次ね、シーズン2が始まったらそっちに移動するってことはできないです。だからまあコンプリートキャラクターがまあそこに集結するみたいな感じのイメージでやってもらえればいいのかなというふうには思いますね。で、そっちの永遠の領域っていう方でも、あのシーズンのメカニズム、今回で言うとそのマリグナントの心臓っていうところもちゃんと適用されているそうなんで、まあ結構ちゃんとね、永遠の領域に移動されても自分のキャラクターでしっかり遊ぶことはできるんじゃないかなと思います。はい、というところが、ディアブロ4のシーズン1の詳細となるんですけども、いや、どうですかね、かなり楽しみだなというところはありますね。やっぱりこのシーズンのメカニズムがね、3ヶ月ごとに更新されることによって結構ゲーム内容がガラッと変わるっていうのが、まあ、個人的には結構いいなと思ったポイントでした。まあ、この差によってね、このシーズンは面白い、このシーズンは面白くないっていうのがね、こうやっぱ出てくるんですけども、まあそういうのもまたね、面白いポイントなんじゃないかなというふうに思ってます。で、最後ですね、そのシーズンまでに今のうちやれることって何なのっていう話をしていこうと思うんですけども、まずは、メインストーリーまだ終わってない方はメインストーリーを終わらせるっていうところから進めてもらえればいいのかなというふうには思っています。で、次にさっきも言っていたその名声が引き継がれるっていうポイントで、新しいエリアの発見っていうところ、まあ、マップにね、こうまだね、未開拓のところがあればそこに行ってみてしっかりエリアを開放しましょうねっていうところと、あとはリリスの祭壇全部回っておきましょうねっていうところは、まあ、事前にやれる一番大事な部分ですね。まあ、ここはね、ぜひ皆さんやっといてください。あとは7月の18日にパッチのリリースがあるそうなんで、そのパッチのリリース以降に一回ね、自分が最も成長しているキャラクターでログインして進捗状態っていうところをシーズン1の方に引き継ぐ必要があるそうです。ただまあここに関しては本当にログインだけすればいいそうなんで、特別な操作はいらないらしいです。あとはまあバトルパスを購入するかどうかっていうところを考えればいいのかなと思いますね。まあ言うても別にその強さっていうところにもね、大きく関わってくる部分ではないので、ただまあ結構目標として意識高くね、取り組むことができるんで、このバトルパスっていうのは、まあそういった意味でも最初のシーズンなんで、まあどんな感じかっていう意味でもね、買うのもまあありなのかなというふうには考えてますね。はい、そして一番最後なんですけども、これが一番大事かなというところで、何のクラスで始めるかっていうところを今のうちに考えておくことは、まあすごく大事なのかなというふうに思いますね。やっぱり今やっているクラスをそのまま新しいシーズンの方で引き継いで、まあ引き継ぐって言ってもレベルはリセットされてしまうんだけど、同じクラスで遊ぶのか、それともまあ全く新しいクラスでまたこう刺激を求めて遊ぶのかっていうところは結構皆さんの中で変わってくるのかなというふうに思うんで、そこら辺どうするかっていうところを考えてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。というところで、今回のディアブロ4シーズン1の詳細、そしてまあやることに関しては以上となります。まあとにかく結構現状でもずっとね、こう盛り上がっているディアブロ4なんですが、このシーズンっていうところ、まあいつになったら来るのかなというところで結構思ってはいたんですけども、まあ発売して1ヶ月ちょいのタイミングっていうところで来るのは結構早いなという印象で、みんなの中にあるこのディアブロ4熱がね、冷めない間に、こうやって新しいコンテンツをリリースするっていう、まあスパンはね、すごく良かったのかなというふうには感じました。というわけで、まあぜひね、皆さんこのディアブロ4シーズン1厄災のマリグナント全力で楽しめるようにね、今のうちから準備していきましょうという感じで、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったよ、ためになったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよというそこのあなたや、たまたまおすすめや検索からたどり着いたそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいんで、よろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しています。皆さんみたいなゲーマーに登録してもらえると、僕としてもモチベーション爆上がりしますし、あとはいい情報をみんなにね、いち早く届けられるんじゃないかなというふうに思うんで、ぜひよろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。